特にその中の子どもですね、これを支援するために緊急募金を開始させていただきました。まだ数日にしかなりませんけれども、今日のお昼の段階ですでに3億5000万円を上回る募金が集まっております。これを 100% この支援のために使わせていただくということで、今準備を進めているところでございます。こちらからご覧になって右端 の代表の平林さん、それから私どもの菊川の2人が現地へ行きましてですね、私どもと一緒にユニセフの支援活動、ユニセフへの支援活動ですね、これをやってきた宮城県支部という組織がございます。具体的には宮城県政協連の建物の中に事務所を構えさせて、冒頭においても子どもたちの声がなかなか聞かれないということです。家族を亡くされた子どもたち、友達を亡くした子どもたち、いっぱいいます。しかしその子どもたちの声はなかなか聞こえてこない。やはり声なき声ではないかと思います。私たちの使命はそのような子どもたちの声をどうにか支援の手に反映させて、今後の子どもたち何とか立ち直ってほしいと願っております。そういう意味でユニセフは全力を挙げてご支援をしたいと考えております。ユニセフ、日本ユニセフ協会 の, ネットワークの強みを最大限にですね、発揮できる、オペレーションになるのではないかなというふうに考えております。